We are here. WA Radio. WA Radio. 川瀬直美、アンドレア・ポンピリオン。12月ですよ。はい、この死が走りますみんな走ってます。走ってんのかな。コロナが、うん、なんとなく日本が落ち着いて、奈良はもうなんか連続ゼロゼロゼロみたいな。すごいね、うんうん。だからなんかまあ観光の方たちとか修学旅行が戻ってきたのか、帰ってきてるよね。ものすごいこう違いますね、やっぱりあの街の雰囲気が。で、正倉院展っていうのがあって、何なのそれは。東大寺の聖武天皇という大仏さんを建立されたあの方がですね、お亡くなりになられた時に、はい、お妃の、光明皇后という人が、うん、まあ、とっても大好きやったんでしょうね。だからこそその帝のご寵愛になったものを、うん、東大寺に寄進しますと、はい。これはめちゃめちゃ賢い女やなと思うんですけど、うんうん、怒られる女とか言うとあの自分のものにしたら、うん、もうほら自分が亡くなったら亡くなるじゃないですか、うんうん。でまあ、息子とかなんかとか、まあ、自分の個人のものにしたらそれはそれでも亡くなる方が確率は高いけど、うんうん、国のお寺の東大寺に寄進したら、うん、その東大寺が続く限りみんなが守ってくれるっていうので、その正倉院って正しい蔵の院って書くんですけど、はい、それが高床式のね、うんうん、があって、そこに全部保存されたまま、うん、1300年近くすごいな現代まであって、でその、まあ、戦後あの困難、まあ、蔵を1年に1回開けるんですよ。その、うん、蔵を開ける鍵もめちゃめちゃすごい鍵があって、うんうん、宮内庁やってきてやんねんけど、うん、開けんにやったらみんなに見せようか言って、うん、でそれを国立博物館で奈良にある、うん、そこで毎年見せるのをやってるんです、ずっと、うん、で私がちっちゃい時とかもそうなの、あんまり誰も見に行かへんかったんやけど、うん、あの読売新聞が、うん、なんていうの協賛というかについてから、はいはい、すごい1ヶ月ぐらい前から、うん、今年はこれが出ますよみたいな、はいはいはい、でそれの物語をこう新聞のあるコーナーに連載とかし始めて、うん、そしたらこう考古学ファンとか、はいはいはい、まあ、奈良ファンとかシニア層の人を中心に、うん、で東京とかでもバンバン広告って、東京駅に、うん、そしたらすっごい人が来るようになって、あ、そうです、うんうんうん、でもうあの平日とかでも長蛇の列なんですよ、この時期は。で紅葉もね手伝ってすごいんですけど、まあ、今年はコロナで、うん、まあ、去年もですけど、うん、あの人数制限とかしてて、うん、で去年もやってたの。やってます。もうそんな毎年やるんです。すごいすごいすごいで、いやコロナであれかなと思って。そうなんですけどね、一応制限して、コロナでも何でもね、うん、奈良はねやるんですよ。シュニアもそうだもんね。そう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 、うんうん、で、まあ、例えば香炉とかね、うん、まあ、ちょっと仏教系のそういう宗教的な儀式に使われたものが多いねんけど、うん、でもそのデザインとか見てると、うん、シルクロードをこうずっとやってきて、はい、でここまで終着点で、いろんな影響を受けてね。そうだから大陸のほんまにこうペルシャとかの文様とかがあって、すごい素敵なんですよ、あのデザイン性が。でそれで、まあ、結構いろんな人たちが見て、なんていうかな、その千年間もここに保存されてること自体がすごいですけど、で色味もそのまま残ってたりとか、うん、で今年は特にね音楽系のものが多くて、うん、あの琵琶とか、あ、楽器、はい、お、笛とか、おいおいおい、でそれをまさにシルクロードの流れだね。そうそう、それね。でね、な、あの多分昭和の初期かなんかに一回吹いてるんですよ、現代の人が。ほら、うん、でその吹いてる音をずっと流してある。おで、これはこの音ですねみたいな、なんかそれもすごいタイムスリップしたみたいな感じで、すごいすごい、うん、でなんかもともとやっぱり宗教的な、うん、あのものじゃないですか、音楽って、うん、神に捧げる音やから、うんうん、で言葉っていうのを持った途端に
これちょっとこの間山際十一さんっていうあのゴリラの先生いるじゃないですか、うん、教授、うん、あの人が言うてはってんけど、人間っていうのは言葉を持った瞬間にそのものを閉じ込めてしまう、うん、アンディって言った瞬間に、うん、アンディが死ぬねん。わかる？あのさ、アンディは生きてるのに、うんうん、しかも猫も生きてるんやけど、うんうん、猫って言った瞬間になんか私らはそれを閉じ込めて殺しちゃうじゃないですか、うん、ある種、うんうん、でだからこそその言葉を持った人たちは私たちに許された自由が3つあって、うん、言葉というもので、うん、まあ、話す自由ですね、うんうんうん、それから、集う自由、うん、集う自由、うん、そう、うん、で、まあ、こう動く自由っていうか、うん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 、でもコロナはその後の2つ、集う自由と動く自由を制限されてるんですよ、うん、だから全部なんか死んでいってしまうんじゃないの、うん、でオンラインとかでそのなんかその集ったりとか移動したりとかってすることをなくしていくと私たちは命を、うん、まあ、殺してることにならないですか、うん、みたいなことを言われて、すごいと思って、面白い、深いね、うん、で言葉っていうのはその意味を伝達するためにそれぞれにものに名前をつけて、うん、それをある一回こうほら殺してというか、うんうんうん、動かぬようにして、うん、で意味合いを私らはこう更新するってことしたけど、うん、神様がその言葉を、うん、その意味を分かるわけではきっとないから、意味を捨てて発するものが音楽って、うん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 、なのでそれが、まあ、うーとかって歌でもいいねんけど、笛とか、うん、太鼓とか、うん、そうだね、鈴とか、うん、なんかそういうもので、うん、なんか更新してんねんなと思うと、うん、なんかそれがずっと残り続けてるんですよ、正倉院にはね。すごいすごい。でまあこれはちょっと面白いエピソードがあって、うん、なんか私は国立博物館のなんかね、なんとか委員みたいなのもやってたことがあるから幽霊部員やってたことがあるから、やってたんだ。で電話したら、うん、まあ、入れてくれると。ほうほうほう。でね、うん、あのチケット持ってなかった、だけど内覧会とかにも来てくださいの招待もらってたけど、うん、その時は行かれへんかったんで、うん、最終日だけ奈良にいたから、うん、あの行こうと思って、どうしても見たいと、うん、でスタッフに、うん、あの川瀬行くからちょっと連絡しといてって言ったら、うん、あの受付で名前言ってもらったら、あの私ともう一人行けますと、二人行けますと。だからその直前までミーティングしてたんですよ、うん、大阪からわざわざ来てくれたお客さんがいて、初走院展今日最後なんですよねとかって、うん、あ行きたいって言い張って、うん、で私はその新しく入ったスタッフの子と奈良はあんまり知らんから一緒に行こうと思って2人ってなってたから、うんうん、じゃ あのうちのジムの子にあの3人ならへんって言って、じゃ聞いてみますねってなって、うんうん、言ったわけ、うんうん、だからね2人しかダメって言うんですよ。それなんか理由がある？いや決まってるから、なんか人数制限のね、なんかこう、あれにハマっちゃった、だけど私ね、うん、行くの5時なんですよ夕方の、まあ、人は少なくなってる時間帯、ね、っていうかもう5時で受付終わりなんですよ。あ終わりなので最終日のこの時間ってあの私ほとんど人いないの知ってるから、もう毎年行ってるから、コミュニティメンバーだからね、はい、で2が3になるの、そして最後やから日本っぽいなそれでもう一回言うてって、うん、うちのジムの子に言ったの、うん、もう一回ちょっともう一回聞く、うん、したら本当にだってもうそこは一般のお客さんもいない状態だよね、一般のお客さん時間的には、時間的にはね私がいないこと知っている、だけど、うん、ルールがある、はいはであの多分業者にも卸してるその感染症対策の、はいはい、でそれにおいては1から10までっていうか、このね多分2人しかあかんねん、ここがちゃちゃちゃ、でもさ見たわかるやん、うん、って思ってんけど、もううちのジムの子に言うたのもかわいそうやし、自分で電話するのも嫌やし、もめんのもね、でもしゃあないなとか、じゃあもうお客さんもいやそんなんいいですよ僕とか、そりゃそうだね、
でじゃあもうスタッフの新しい子とね、まあ、2人で行ったんですよ。結局行ったんですよ。お客さんごめんなさいね、うん、ごめんなさいねって、うん、いいですよいいですよとか。だけど、まあ、その今回出るものはもうあと何十年も出ないんですよ。あらそういうことね。そうあの蔵には何個かあるから、また、あ回転していくんだ。回転していくんで、もうこ今年出たやつは多分もう20年は絶対出ないんです。それは見ない。だからその人が60歳やったらもう見れ、もうもうアウトの可能性高いね。そうでしょ、うん、無理だね。もうもしかしたらギリギリかもしれないけど。でしょ、うん、でも私も悩んだんですけど、うちの新しいスタッフ25歳から悩んだんやけど、まあ、また来年もあるからって言ってそのお客さんは遠慮してくれたから、だけどもう見れへんかもよとも思ってたけど、そりゃそうだよね。で行ってみましたと、行ってみましたらやっぱりですよ、うん、で入り口で名前言ったらいいって言われたから、うん、ならもう見た感じもうほんまに、まあ、ちょっとアルバイトじゃないかもしれへんけれどもの、ね、まあ、若い子たちが3人ぐらいまずいて、うん、でインカムつけてて、はいはいはい、で、まあ、連絡取り合ってるね、うん、もうね、うん、で川瀬、川瀬の名前さん来られました、川瀬ですって言ったらノーリアクション、ノーリアクションなんですよ。ほんで川瀬直美ですって言ったらでいいんか、川瀬直美そんなすごい状態。あなたは知らないよね私のこと。知らないんだね、うん、完全に。だけど、まあ、こうだらインカムでお入りくださいみたいな、受付であれしますで、大げさやな、ここでお待ちくださいっていうか、はいはい、私とうちのスタッフよりもスタッフの方が多いから多いんだよね、うん、今の日本のね、私らしかいないですよ、うん、お客さん、いや日本の飛行場と一緒だから本当に私が数えた限り10人以上いた、うん、私ら以外の2人にで、うん、そうしたらみんな何やったらいいかわからない、うん、こうアルバイトの子たちじゃないですか、うん、でまずほんで仰々しく国立博物館みたいな感じの人がやってきて、はい、関係者はね、うん、書くなら、あのうちのスタッフは私に書かすわけにもっていうか、こうね手間を取らせないためにうちのスタッフが自分の名前書きよったんですよね、うんうん、で自分の名前書いて、で他1名、うん、他1名、うん、こういう名前になった。逆パターンだね母さん直美他1名じゃないんだねスタッフの名前他1名いいのこれ、かわいいなそのスタッフも普通川瀬直美ほか1名って そ,、うん、その子が書けばいいねんけど、そう自分の名前ほか1名ってなってていいんかな、まあいいけど私、あまあまあまあけど、まあ、うん、で、まあ、受付入ったんですけどそこにも5人ぐらい受付がいて、もう私ら2人やなでどうぞって言って、ね、もうで音声ガイドのなんかあれじゃないですか、ね、美術館の、うん、あれも、ね、もう今日のなんとか終わりましたみたいな風に、終了ね、もう終了になってんだ、終了、最後のギリギリやのに、うん、なんで3人あかんのってずっと思ってるんですけど、ね、でも本当にワンフロアに、うん、私ら以外、うん、あと3人とかなんです、うん、ほんまにスタッフの方が、見張りのスタッフの人の方が、うん、人数制限やってるみたいな話だねそこで、うん、です。でも結局それを判断する人がいない、ルールが決まってるから、うんうん、そうそこで、まあ、2人が3人になってもええやんっていうわけにはノーフレキシビリティね、うん、です。そんなんでした。で出てきたその担当者は一応責任者というか、でもどうでしょう、なんか私には AI みたいに思えたけどまた AI バイザーマニュアルね、オールバイマニュアル、だってもうプログラム通りの動きになってたの、うんうん、ずっと気になってんだろうね、じゃあね、中入るにつれ、いやーなんか人多いわって言ったらスタッフの数がすごいね、本当そうだった大丈夫かなと思いましたけど、なので今の日本を象徴してるね、今の話、はい、